事務所は若いけど。でも声もさ出して治療したりするとまた悪くなっちゃうんですよ。一変血の気が引いちゃう。そう、そうなんですよ。結構こんな感じ。だけど、体が膨らましたりもするからさ。やっぱりなかなか保ちづらい。ご飯食べないとやっぱり。ご飯食べないと、もう燃やせないですよね。自分でだってそうだけど。だからまあ、酸素を与えることはまあこうで今できてるんだけど、栄養はもうちょっと取らないとね。この子にね、また、流動食やったんですよ、私最初、何もなかったから、怖い、もうそれ、気が苦しい子にさ、管ここに通してさ、当て流さなあかんからさ、もっとこう気が苦しくなったんですよ、そこが難しいとこ、それで死んじゃうことがあるからさ、流動食やると、でお前、とりあえずそのチェックして、その今入ってたら、ちょっと流動食は今、控えてます、うん、そんな、やっぱゼロになっちゃうんだったら、危険でもやっぱりちょっと入れてあげないと、まあ、だから30度30パックスぐらい。
にしといてあげた方が絶対楽だから、うん、まああとはね、まあ、聞いたのがヒーターのあることありますけど、床からの下からあったからで、やっぱり感じですね。あとね、このマンション、あの四角い箱から酸素を、はあ、あの四角い箱で酸素濃縮物って空気中の酸素を取り入れて、うん、あの 100% 近い酸素を出してくれる。だからボンベだとさ、流しっぱなしにしたらもう1日2日でなくなっちゃうの。インターベリーとデンタルこういうのを貸し切るところがあるんで、っていう補助したらちょっとでしょ。これは火を買うやつ、設置料込みで最初に自家買いにしまったんで、まあその後は15日で発生、15日間で発生、こういうのを貸し切る、そういうのをあったこそいいんですよ。まあ一応トラックしてみてください。だから最近はこの酸素療法、この機械をね貸してくれる会社がいろいろあるみたいで、ネットで調べてもらえるんだったらもっと安いところもあるかもしれないし、もっと高いところもあるかも、まあ、大体平均的な値段だと私は思うんですよ。こういうのがあったかもしれない。ただまあそれなりの大きさ、あるよりももうちょっと大きい感じがする。でまあもしここで買え、ここもね結構さ人気っておかしいけど、やっぱ酸素療法自宅ですごく多いみたいで、レンタルも空いてない時もあるんで、行ったから絶対ではないんです。まあもしここで買えてみようと思うんだ、これを。こういう酸素療法、これに限らずですね、呼吸が苦しい子は自宅療法する場合は酸素ポイントですね、そういう何にちょっと呼吸苦しいなんか入れてあげたかったので楽は、まあ、人間でも入ってほしいんでしょう。人間はこれはこう十分やったりもしますけど、まあそういうことで、だからまだね、そらちゃん本当に危ないです。まあ、とにかく開放空気の作って温度測って30度離るんだったら、注射頑張るよ。注射、まあ、まず注射見てくる。そうですね。でまたどうなるかわかんないから、明日も面会か電話で予定を聞いてください。はい、明日は日曜日なんで。もう明日、ほんでまたあのマラソンあってここら辺。あ、そう、電話でもいいですわ。10時から11時しかやってないから。はい、そう、そうマラソンなんでね。そう。だからちょっと朝早く出ないと。なんだっけ。でも、走るのは髪を踊る、分かった分かった。でももう、だって今駅のあそこが閉鎖されちゃう。そうなんです。こっち来る、こっち来ようと思ったら、今度もう回ってこないです。こういうの、そうなんです。まだ、滝子だったら来れないですよ。あの道を見ると。いや、男からなんですよ。まあ、来れたら、もしダメだったら電話でちょっと様子聞いてください。また、YouTube で見させてください。ちょっと、危ないですよ。一点でも来てみますよ。これ、やっぱり悪い方が出ちゃうんですね、お母ちゃんからですね。だって、そんな、2歳で起きると生まれつきだからね。出てるんですよ。5歳過ぎてさ、大きいとか、大きいとか、大きいとか、それは高齢者かもしれない。1歳、2歳では普通大きくないから、先天的な。失礼ちゃいましょう。こちらのリンさん、知る前にあっちの方は、ヒラさんまで行って。ヒラさん。ヒラさんって、本当に、だいぶ、少年が分かるようなところ。西区の本当に端っこの方ですよ。今、そこの小鳥やって。あ、そうなんですか。その時も本当に2歳になる前ぐらいか、もう時にやっぱり。